はいどうも、発狂マシンガンのアシス。今回は無敗でレート2戦達成スカットということでやってまいりました。というわけで今回はね、無敗でレート2戦を達成したということで、僕じゃないんですけどね、当たり前なんですけど僕じゃないです。マジでやばくない？ちょ、無敗でレート2戦ってなんすか？見た時びっくりしました。すごすぎて言葉も出ないですって感じなんですけど、まあ今ツイッターでもう話題になってるんじゃないかな。まあ今もうイフトボール一番上手いんじゃないかと言われてるペイタさん、こちら無敗でレート2戦達成ということで、やばすぎん？なんか据え置きとかちょっとあんま知らないですけど、アプリで無敗レート2戦達成した人って今までいるんかな。まあ僕はちょっと知らないですけど、さすがにちょっとこのツイートを見た時はもうびっくり仰天ということで、しかも1試合しか引き分けてないってやばくない？もうほぼ全勝よね。ほぼ全勝でレート2戦達成ということで、あのレート2戦も難しいんやで。もちろんめちゃくちゃ難しい。僕も全然届きませんって感じなんですけど、それをね無敗で達成してしまったということで、今回はねペイタさんにもういろいろね教えていただいたんですよ。本当にありがとうございます。こんな僕にあの動画の許可までいただいてね、いろいろポイントとかも教えていただいたということで、今回は紹介させていただこうかなと。やっぱこんなすごいことはね、少しでも拡散できればなと、お役に立てたらなということで、まあ、マジでちょっといろんな人に見ていただけたらなと、まあ、僕のチャンネル登録よりあのペイタさんのツイッターのフォローをね、ぜひお願いします。マジでフォローしておけば、まあ、環境に強いスカットとかも、まあ、分かるんじゃないかなとって感じなんで、フォローおすすめしますということで、今回はねありがたく紹介させていただこうかなと思います。ということで、最初に良ければチャンネル登録と高評価本当にお願いします。とかやっていきましょう。ということで、まず無敗でレート2戦を達成したスカット、こちらですね。まず人選から見させてもらうんですけど、こんな感じで、まず守備陣はエアーズロックということで、もうとりあえず強い選手を置いとけばいいんじゃないかなって感じで、まあ皆さんが持ってる強い選手を並べてくださいと。ボランチ2枚で DMF と CMF にしてるって感じで、まず DMF が背の高いハードプレスオアアンカーって感じで、カウンターの時中盤を1人で守れる、まあ、それぐらいの守備能力、まあ、高い選手。やっぱりビエラとか、まあ、アンカーやとやっぱザカリア、ライカールと、まあ、そこら辺になってくるのかなと。ビエラ、ライカら辺がやっぱいいのかなって僕は思ってますね。で、お次 CMF、デヨングですね。まあデヨングめちゃくちゃ強いからね、マジで。2列目からも飛び出し。CF の手前まで来るから攻撃がしやすい。守備能力も欲しいって感じで。まあデヨング、これ適任っぽいよね。ビッグタイムデヨング、これめちゃくちゃ合ってるんじゃないかなって感じで。で、OMF とサイドハーフにしてんの。で、OMF が、チャンスメーカー。全ての攻撃の起点、パスが80以上が理想って感じですね。まあ、チャンスメーカーだとやっぱシンプルにこの神の子メッシ良さそうですよね。まあ、パスもめちゃくちゃ高くて、まあ、攻撃の起点になれるやろうし、まあ、神の子とかでもいいやろうし、まあ、攻撃の起点になれる選手ですね。チャンスメーカーやったら結構いい選手はいるんじゃないかな。僕が持ってる中やとこんな感じで、まあ、ネイマとかも普通にパスあると思うし、ロナウジーニョ、バッチョとか、こういう感じで、まあ、自分の持ってるチャンスメーカーで、まあ、攻撃起点になれる、まあ、パス80以上の選手が、まあ、いいんじゃないかなって感じですね。で、お次、サイドハーフ。こちらが、ムシアラ使ってますね。パス、ドリブル、蹴ってる、この高い。2列目からの飛び出し。斜めの抜け出しが強い。OMF のチャンメから2列目の形が強いって感じですね。まあ、ムシアラが結構合ってるんかな。まあ、2列目だと、レオンとかも、ビッグタイムいいんじゃないかなと。まあ、他で言うと、誰がいるんやろ。左サイドハーフできる。まあ、ビルツとかでも、まあ、いけるんかな。あ、ビルツ無理やん。まあ、右やったらいけんのか。まあ、多分 OMF とサイドハーフ逆でもいけると思うんで、まあ、ビルツでもいけるやろうし、まあ、2列目からの飛び出しで、まあ、パスドリブル決定力の高い選手、まあ、ビッグタイムやったらやっぱりムシアラかレオンなんかなって感じですね。で、お次 CF2 枚、まず1人目が爆速ライブレ、相手のライン下げる、抜け出しが強いって感じで、いや、エトーいいですよね。まあ、爆速ライブレやと、やっぱりエトー、ムバッペあたりなんかな。まあ、皆さんが持ってる爆速ライブレ、置いてもらえればいいんじゃないかな。まあ、ルンメネギとか、オーエンとか、サビオラとかでもいいのかなって感じで。まあ、ライブレは、まあ、1枚必須なんかな。で、もう1枚、フリットか、いいですね、これ。背負える無印。詰まった時に浮き玉で繋げるって感じで。まあ、フリットめちゃくちゃ良さそうやけど、
他やったら誰がいるんやろ。まあ、ソンフミもワンチャンありなんかな。まあ、あとはレオンを無印で使うのも全然ありかな。まあ、皆さんが持ってる無印で、まあ、背負う選手、まあ、いたらね、まあ、ぜひ使っていただけたらなって感じで、まあ、人選は大体こんな感じなんかな。まあ、ちょっと自分の人選ではないんでね。まあちょっともう読むだけみたいな感じにはなっちゃったけど、だいたいこんな感じと。で、ポイントが、中盤以上で持ったらまずチャンメを確認すると。 OMF の選手ですね。読まれてきたらおとりにすると。で、出しどころがないときはボランチ2人でパス交換。俺ちょっとあんま多分知らんな。知らんっていうかできてないだけやと思うんやけど、まあ焦らずにやっぱ攻撃するのが大事なんかな。いや、上手い人ってなんかそういうイメージあるもんな。で、その間に選手の位置を把握すると。で、守備は前は寄せてもいいがゴールに近づくにつれ一発でかわせるのを避ける。で、ショートカウンターなので裏ケア大事って感じなんかな。まあ、やっぱり今ショートカウンターやったらやっぱりシャビアロンソも使えるしね。まあこの褒めマジでめちゃくちゃ合ってるんじゃないかな。今の関係やっぱ一番強さやね。ショートカウンター使えて、ペイタさんが上手いっていうのはもちろんあるんですけど、まあ無敗レート2戦達成スカットということで。これちょっと僕これからパクります。今後これ使います。で、まあ一応無敗レート2戦の時のスカットはこっちなんか。まあちょっと変わってるって感じですけど。まあ人選は、まあそこまで変わってないのかな。まあ人選は大体こんな感じなんですけど、で、DM でポイントを教えていただきました。本当にありがとうございます。めちゃくちゃうまい方の、もう極秘情報。極秘情報と言っても過言ではない。そちらを教えていただけたということで、紹介していくんですけど、こんな感じで。攻撃は縦に焦らず、横に経由をし、じっくりラインを上げていく。やっぱここはめちゃくちゃ大事っぽいよね。やっぱ僕ね、結構縦に焦っちゃうことあるんよね。やっぱそこがダメなんか。やっぱ焦らないことは大切なんじゃないか。で、CF が落ちてきたり、パスコースを消されてない場合は、CF に入れますと。その後はリターンや CF 同士の、ワンツーしましょう。ジルーさんワンツーしましょうしたり、キープからのスルーパス。で、ダブタミドルなど。攻撃のバリエーションを豊富にと。やっぱそれ大事ですよね、やっぱり。僕ね、結構ダブタインパクトドーンドーンドーンみたいな脳筋攻撃ばっかしてますけど、やっぱいろんな攻撃あるとね、やっぱ守備してる側からするとね、厄介やもんね。そら、どの攻撃来るかわからんっていう、どの攻撃されても怖いっていうのがやっぱあるとね、まあ守備してる身からするとめちゃくちゃやりづらいと思うんで、やっぱり攻撃のバリエーションは大事って感じで、3列目より下のラインから OMF やってた場合、まあ、デヨングライカラ辺から OMF やってた場合は、対角を見る。左 OMF から右 CF、ここは相手が読むことが少ないので必ず確認する感じで、まあ、この対角のパスも大事ですよと。まあ、攻撃は大体こんな感じと。で、こんなこと教えていただけて感謝ですね。いや、俺も上手くなれそうやわ、こんな教えていただいて。守備なんですけど、こちらは前からガツガツプレスをかけてインターセプトを狙う。結構守備ガツガツいっていいんや。まあ、ショートカウンターやしね。ボランチに前どちらも寄せるのだけは避けると。だからどっちかで寄せるって感じだから。どっちも寄せるのは2枚寄せちゃうとやっぱどっかパスコース空いちゃうのかなって感じで。まあ、必ず1枚は引くと。で、大事っぽいですね。で、ゴール前はダブタミドルを最優先に警戒。いや、これマジで大事やと思う。いや、僕もね、攻撃してたらダブタミドルめちゃくちゃ強いと思うし、やっぱ相手にダブタミドルされた時、なやこれと思うもん。ダブタミドルの警戒は最優先と。いや、これマジで大事やね。やっぱダブタミドル強いもん。ハーフラインなどから CF 目が来て裏にスルーパスを出されそうな時はいち早くセンターバックに合わせて引くと。やっぱショートカウンターなので裏ケア大事なんかな、やっぱり。いや、ここのやっぱカーソルチェンジめちゃくちゃ大事なんかな。やっぱ上手い人ってカーソルチェンジ上手いもん。まあ、斜めスルーパーされそうっていう時はカーソル合わせて裏ケアをすると。いや、これマジで多分めちゃくちゃ大事やと思う。ショートカウンターで守備してる時ね、結構裏行かれることあるんよ。やっぱそこカーソルで多分ちゃんとチェンジできてないんよね。なんで、まあこの裏ケア、めちゃくちゃ大事ですねって感じで、まあ、攻撃守備のポイントこんな感じで教えていただきました。いや、これ意識するだけで、まあ、結構変わりそうや今日ね。いろいろ教えていただいたんですけど、せっかくなんでこのスカットで僕も1試合やってみようかな。まあ僕が作れるスカットだとこんな感じかな。まあこれでちょっと1試合やってみようかなと思います。さあ、どこで試合やっていきましょう。調子はこんな感じ。今回ね、もういろいろ教えていただいたんですけど、僕がちゃんと動画でね、うまく伝えれてんのかが心配です。本当に失礼になっちゃうからね。やっぱ猛者の方っていろいろ意識してんねんなっていう、やっぱすごいね。もう僕じゃもうそんな意識してないからね。これはちょっと行っちゃう、無理か。なんかもう行こう。入らん。なんで集中してやると喋るのが。ここちょっと裏ケアやろう。オッケーオッケーオッケー、いいね。
さあここ一気にエトをつないでレオン、これはいったんじゃないですか。オッケー。いろいろ考えながらやっちゃうと全然喋れんっていう、僕の頭が追いついておりません。オッケー、前半 1-0 と、もう全然喋ってないけど、まあいいでしょう。メッシー強っ。お相手さんギブアップですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。ちょっと試合全く喋れなかったです。ごめんなさい。やっぱいろいろ考えながら試合しようとすると喋れないっていうことに気づいてしまいました。とりあえず勝てたんで OK ということで、今回はねいろいろ教えていただき本当にありがとうございました。すごい今回ね紹介させていただいたスカット、皆さんねぜひ参考にしてみてください。強い褒めはもう皆さん使っちゃいましょうということで、ご視聴いただきありがとうございました。いけばチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。